好き肉おかず。下ごしらえや味付けのポイントを押さえて失敗なしの定番おかずを作りましょう。今日は翔太のサッカー大会デビュー戦よ。あら、緊張してる。翔太、今夜は生姜焼きにするわよ。ナイスシュート。豚の生姜焼き、ポイントは肉の筋を切っておくことですよ。豚肉は赤身と脂身の間にある筋をキッチンバサミで 3,4 箇所切ります。焼いた時に肉が反り返りにくくなりますよ。肉の両面に小麦粉を振ってタレが絡みやすくなるようにします。生姜、みりんなどのタレの材料を混ぜ合わせておきましょう。焼く前に用意しておいてね。豚肉を焼きましょう。周りが白っぽくなってきたら返し、焼き色がつくまで焼きます。溶け出た油を取り除くと味もすっきりします。混ぜておいたタレを回し入れ、肉を返しながら煮詰めて味を絡めましょう。千切りキャベツを添えて召し上がれ。材料は豚ロース肉、キャベツ、生姜、みりん、酒、醤油、小麦粉。ボリューム満点、元気の出るおかずですよ。料理の基本、ビギナビ。鶏もも肉を使うときは脂肪が多いのでできるだけ取り除きましょう。皮を下に置き、周りにはみ出た皮を脂肪ごと切り落とします。皮についている白い脂肪もそぎ取りましょう。また筋が多い部分に切り目を 2,3 本入れると、加熱した時に縮んだり反り返ったりするのを防げます。肉の厚い部分にも切り目を入れて火を通りやすくしましょう。デビュー戦でゴール決められてよかったわね。あかねはバレエの発表会があるの？明日はあかねの好きなお肉料理ね。甘辛いタレが魅力の鶏の照り焼きです。鶏肉は余分な脂肪を除き、縦半分に切り3等分に。スナップエンドウはヘタと両側の筋を取り、塩を入れた湯で2分茹でます。この後ザルにあげておいてね。醤油や酒などのタレの材料は混ぜ合わせておきます。鶏肉は皮を下にして並べ3分ほど焼きましょう。焼き色がついたら返して蓋、さらに3分ほど焼きます。蒸し焼きにして中まで火を通しましょう。溶け出た油を拭き、タレを回し入れます。煮詰めながら照りが出るまで絡めましょう。ツヤツヤのタレが絡んで味も抜群。材料は鶏もも肉、スナップエンドウ、醤油、酒、みりん、砂糖です。鶏の照り焼き、お弁当にもおすすめですよ。